内海竹の新身健康ラジオ、皆さんおはようございます。武尾内科クリニック、カーダここの診療所、院長内海武尾と申します。この放送では、医療にまつわるちょっと役目立つ小話を毎朝5時50分に10分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開のマシーロや皆さんからご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。 ということで、今日はですね、ちょっと若干ツイタイトルっぽくしてますけれども、あの、非常にですね、非常に重要な話で、これ結構ね、診療内科の外来では、あの、患者教育の一環としてですね、話することが多い内容で、ちょっとそれをですね、まあ、皆さんにも知っていただいておいた方がいいかなと思ってお話しする内容です。これとですね、あと、治るとはどういうことかっていう、この二つはね、かなり鉄板ネタとして話すこと多いんですけれども、えー、そのうちの一つを、 お話ししたいと思います。で、そもそもですね、このお話ししようと思ったきっかけは、えっ、ー、と、先週でしたかね。えっ、ー、と、そうですね、先週の多分、土曜日か、金曜日か土曜日ぐらいにあの、フラット先生ですね、フラット先生、フラットの自分カルテで、ちょっと最近タイトル変わりましたけれども、で、えー、スタイフの中でお話しされている放送の中で、あえて診断をしないという提案をするっていう放送がですね、あったので、これちょっとまた、あの、後ほど、 説明欄、概要欄のところに貼っておこうと思いますけれども、それに、えー、まあ、引用リツイートみたいな形で、あの、激しく同意させていただいたんで、ちょっと私なりの、見解をお話し,しようかなというふうに思った次第です。はい。で、えっ、ー、と、ちょっとリンクに行っていただくとですね、スライド、Google スライドでいくつか6枚、7枚ぐらいのスライドをご用意しましたんで、それに従って、えー、それに沿って話し,していきたいと思うんですけれども、えー、そもそもですね、診断と治療って、 直結してると思いますかっていうのがですね。まあ、この、おお一番大きなテーマなんですけれども、どう思いますかね、皆さん。まあ、そらそうだよねって思う方がね、ほとんどじゃないかなと思うんですね。まあ、医者たるもの、そら診断するし、治療もするよねっていうふうに思うと思うんですけれども、ただ実際のですね、医療のリアルとしてはそう簡単ではないっていうのがですね、まあ、今日のお話なんですね。で、えー、スライドの2枚目。 これがね、もう一番肝となるスライドなんですけども、これって、えっと、まあ、ちょっと、スライドを見られない方のために口頭で説明しますと、4つの証言に分けていてですね、えっと、矢印が縦横、双方に流れていて、えー、まず上下ですね。上下が、えっ、ー、と、治療が容易、上に行くとですね、上に行けば行くほど治療が簡単。で、下に行けば行くほど治療が難しいっていうことになると。 で、えー、横の軸ですね。横の軸は、右に行けば行こうと診断が、まあ、確実かなっていうので、で、左に行けば行こうと診断が曖昧っていうのですね。で、まあ、これですね。で、まあ、それをお、1、2、3、4っていうふうに、まあ、あの、仮に名前を入れると、まあ、1の右上のところですね。右上のところは、治療が一番簡単で、診断も確実にできていると。 あまあ、逆ですね。まあ、診断が確実にできていて治療もできるっていう,うところ。で、2ですね。2は診断は確実にできてるんだけれども、まあ、治療が難しいっていうところですね。で、3。3は、えー、診断が確実ではない。むしろ曖昧なんですけれども、まあ、治療は可能、まあ、良くなるっていうようなところ。で、4。一番左下ですね。が診断が曖昧で治療も難しいっていうところですね。 で、これですね。まぁ、あ、ちょっとスライド見ている方も次のスライド行ってしまってるかもしれないですけれども、おののね、どういう病気当てはまるかを考えてもらいたいんですよね。はい。で、えー、っと、まあちょっと次のスライドを言っていただくとですね、まあ 正解例が書いてありますけれども、まあ、これね、まあ、世の中いろんな病気あるんで、あくまでね、これは、ま、一つの例ですけれども、例えば一の例ですね。まあ、診断もできて、えー、治療もできるっていうのですね。まあ、これ、例えばですけれども、胃潰瘍とか、ま、十二指腸潰瘍でもいいですけれども、そういったような消化性潰瘍とかですね。あとは、まあ、高血圧とかもここに分類されますよね。高血圧って、ま、純粋に血圧測って高くって、で、高圧薬を、血圧のお薬飲んで、血圧下げるみたいな。ここ,こは、ま、一に入るかなと思います。 で、え、2ですね。えっ、ー、と、診断はできるけれども、治療が非常に難しいっていうところですね。まあ、これもいろんな病気あると思うんですけど、例えばですね。例えば、あ、癌が進行した状態で見つかった場合ですね。で、まあ、これも、その、まあ、カムケアっていう点ではですね、まあ、治療可能、まあ、治療というか、まあ、できるんですけど、症状緩はできるんですけれども、ただ、んそのものに対する、まあ、治療は難しいっていうのはありますよね。で、あとは、まあ、比較的多い、その、 神経の病気とかでも同じですよね。診断は確定してるんですけれども、治療法がなかったりとかですね、えー、いうのもあったりしますよね。まあ、これが2の部分ですね。で、えー、左上の3ですね。左上の3は、例えば、まあ、感染性腸炎の、まあ、これ疑いなんですけど、まあ、診断が曖昧なんで、これ、まあ、感染性腸炎ですというふうに言い切ること自体が、ね、難しいことは多いんですけれども、とか、あと、まあ、最近、 話題のというか、まあ、風邪とかもそうですね。あの、つい先日取り上げましたけど、風邪とかも、実際にはね、診断確定されてないことがほとんどなんですけれども、でも、まあ、良くはなりますよね。まあ、これが、あの、ちょっと後からも言いますけれども、その医学的な介入によって良くなってるかどうかはちょっと別なんですけれども、でもまあ、よくはなるっていうことで、えー、ひらえ。 で、えー、4番ですね。まあ、4番は、あこの診断自体も曖昧ですし、治療法もなんか確立されているものがないっていうものですね。まあ、例えばですけれども、これちょっと難しい。まあ、機能性抗体温症って、このラジオをね、いつも聞きの方はご存知だと思いますけれども、まあ、ストレスによって熱が出るっていうような、そういった 類の病気があるんですけれども、これはまあ診断も、ちょっとその診断基準っていうのがしっかり定められていないんで、まあ曖昧な上に、えー、治療もですね、まあなんか特効薬あるとかっていうわけではないのでっていう部分になってきます。でですね、まあこれ、えっ、ー、と、まあ患者さん側のこう気持ちとかっていうので考えるとですね、その次のスライド、4, 4番目のスライドですね。まあ1ですね、1一番納得感あるじゃないですか。これなんか科学的いいと思う。 いますよね。こう、診断ができて治療ができるっていうのは、まあ、それはそうですよねっていうことで、一番納得感あると思うんですけれども、2の領域ですね。2の領域は、まあ、これちょっと心理的な部分とも関わって、まあ、やっぱり受け入れがたいですよね。まあ、その診断をついてしまったとしても、なんか、こう、治らないんだっていうような、ああ不治の病みたいな感じで思われる方が多いんじゃないかなというふうに思います。で、一方で左上のですね、3。 の領域ですね。これね、あの、実はあんまり知られていなくって、これ、あの、ちょっとこの後は話しますけれども、実はね、3の領域は、あの、非常に多いんですけれども、でもこの存在をね、知られていないがゆえに、なんかこの、診断に非常にこだわってしまう方っていうのがいて、まあ、ここをね、ちょっと今日は強調してお話したいんですよね。で、まあ4はできればない方がいいかなっていうふうに思われるかなと思うんですけども、ただこの、特に3と4の領域はね、非常に多いということをね、ぜひ知っていただきたいと思うんですね。 で、えー、特にですね、この2と4の罠って書きましたけれども、あの2の領域と4の領域って、えー、っと、まあ、どちらもですね、えー、っと、この診断が、あ、えーっと、治療がね、難しいっていう点ではね、共通してるんですけれども、その診断の精度ですね、診断がどれぐらい確実かっていうことで、 まあ分けられると思っていて、で、特にですね、この、診断名を付けてほしい方に関しては、その診断名をね、ズバッと言ってもらえることの、なんていうか、安心感っていうのは、どうしてもあるかなというふうに思うんですね。で、例えば、まあよく付けられやすい病名が、この自律神経失調症とかですね、天気痛とか、まあ HSP とかの病名ではないですけれども、こういったね、なんか安易な診断はね、逆にね、まあ、 一時的にはね、患者さんのこう不安の軽減につながるかもしれないですけれども、それの診断をつけることの意味はね、まあ個人的にはもう全くないと思ってるんですけれども、ただ、やっぱりね、こういう,こう診断名らしきものをつけてしまう医者がいるのはまだ事実で、ただ、まあこの辺はね、ちょっと診断をこう与えることのメリット、デメリットをね、よくよく考えないといけないかなというふうに思ってます。はい。で、えー、後半に行きますけれども、で、6ですね。で、6。 えっと、先ほどのですね、えっと、スライドの2枚目に出しましたように、この1,2,3,4って、この4つの証言がですね、均等にあるわけではないんですね、実は。で、えっと、ほとんどの医学的な事象は、ほとんどって言うと言い過ぎかな。かなりの医学的事象は、あの、1が多いと思われがちなんですけど、実はね、3の方が多いんですよね。はい。で、これはですね、すごい大事で、あの、診断が曖昧なことってね、ものすごいいっぱいあるんで、あの、診断確実にその1の、 ところで戦っているというふうに、あの、患者さん側は思っているかもしれないですけど、実際にはね、医療者側としてはね、結構3の領域にまだいるんだよっていう。で、まあもちろんね、それが後から診断がついて1の領域で移っていくっていうことはあるんですけれども、でも実際にはね、えー、3の曖昧な領域で結構ね、医療をやっているっていうことをね、ぜひとも知っておいていただきたいなというふうに思います。はい。ということで、まとめになりますけれども、えっ、ー、と、まあ診断とね、治療っていうのは、あの、 まあもちろん診断できて治療できるっていうのが一番こうロジカル、論理的ではあるんですけれども、そうではないよっていう。まあ診断ができなくても、まあ治療ができる。まあ治療ができるというかまあ治っていくものも多くありますし、えー、逆に診断ができても治療が難しいっていうような病気も一ってあるっていうことですね。はい。で、あとはまあその、ちょっと今日はお話ししませんけれども、まあ、治って 医者に直してもらってるんではなくて、まあ、普通に勝手に良くなってる場合も多々あるんで、まあ、そこら辺はね、あの、医者をあんまりね、深刻化しなくてもいいかなというふうには思いますね。はい。で、あとは、まあ、さっきも言ったように、この曖昧な診断をね、こう断言する方が、まあ、これ、後々ね、非常に難しいことになることが多いので、まあ、結構ね、こう、寄り添い系のお医者さんっていうかね、まあ、その診断をね、ズバッと言って、あなたはこうです、みたいな感じで言う、 お医者さんもいるかとは思うんですけれども、これはね、逆に診断の、こう、なんていうか難しさをね、えー、っと、ちょっと軽視してるかなというふうに個人的には思いますね。で、あともう一つはですね、だからまあこういった事情があるので、結構ね、その診断にこだわって来られる患者さんもいらっしゃるんですけれども、まあ、もちろん診断ってね、ものすごい大事ですし、えー、っと、その診断された方が、その病名がつくことの安心感ってあるとは思うんですけれども、ただ実際には診断できない。 あるいは診断までに非常に時間がかかる病気っていうのも多々あるんだよっていうこと。これはね、知っておいていただきたいなというふうに思います。はい。ということで、えー、お分かりいただけたでしょうかちょっと難しい話になったかもしれませんので、何回か聞き直していただけたらと思いますし、何か分からないことがあれば、ぜひコメント欄とか、この後のアフタートークで聞いていただけたらと思います。では、今日もお幸せな一日でありますように、ワイとはナイク会の竹でした。興味津々。